冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオは、国際交流基金トロント日本文化センターのオンライン日本語教師研修のための反転授業の動画として作られたものです。私は講師の村上義文と申します。本職は冒険家です。それでは、画面を共有、スライドの画面を共有したいと思います。はい、ご覧になれたでしょうか。はい、このビデオは YouTube に公開しますので、いつでも見ることができますが、スクリーンショットを撮ったり、音声をダウンロードしたりしても構いません。日本語がとても上手な人にとっては、かなりゆっくり話しますので、1.5 倍か2倍ぐらいのスピードで再生するのがちょうどいいと思います。著作権は Creative Commons になっています。この下に書いてあるところですね。クレジットを入れていただければ、すべてをそのままコピーしてソーシャルメディアなどで共有しても構いません。また動画ではなく、スライドの形でご利用になりたい方は、この右上のですね、bit.ly/JFT2019September03 というですね、この URL を Chrome などのブラウザのアドレスバーに入力すると、すぐにダウンロードすることができます。はい、本日の予定はこちらの通りです。まず最初に本日の、目標を紹介し、次に文系シラバスと行動中心アプローチの違いを説明します。そして、行動中心アプローチのシラバスを作る準備の一つとして、日本語教師の行動リスト、これをご紹介します。これはまだですね、日本語教育の経験がない人のために、日本語教師の仕事がどういうものかを、一部分ではありますが知っていただくことも目標にしています。そしてその後はですね、皆さんが自分の行動リストを作るためにどんな分野の行動リストを作ればいいのかを考えていただきます。自分の知らない分野の行動をリスト化するのは非常に、大変ですので、今回は自分のよく知っている行動をリスト化していただきたいと思います。そして最後に、これは来週までの課題、来週というのは、9月3日の、セッションから見て、その次の週までの課題なんですけど、ご自分の、行動リストを作っていただきますので、それに関する説明を最後に、したいと思います。はい、それでは早速、予定通り今日の目標からご紹介したいと思います。最初の目標はですね、文系シラバスと、行動中心アプローチですね、この違いを、説明できるということです。そして次の、目標は、普通の日本語教師の行動が説明できるということですね。ただし、日本語教師の仕事は、とても学校や場所によって違いますので、こういう行動をしない人も多いかもしれません。そして3つ目の目標は、自分の強みを説明できるということです。これは最終的に、皆さんの作るコースのシラバスになりますので、どんな日本語教師のためのコースを作るかということに直結していきます。そしてこれは4番目ですが、今日の目標というよりも今週の目標ということですが、オンラインの話し合いの後で、次の週までの課題として、自分の強みとなる分野の行動リストを作っていただきたいと思います。はい、今日のですね、最初のトピックは文系シラバスと、行動中心アプローチの違いです。はい、まずは出発点ですけど、文系シラバスではまず言葉があって、その言葉をどう教えるかということを考えます。一方、行動中心アプローチでは、まず行動があって、その行動を行うためには、どんな言葉を使うかを考えます。次に目標ですけど、文系シラバスでは、日本語はどんな言葉なのかを学ぶことが目標です。そのため、一つの課が終わったときには、その課で習った文系ができるようになっていなければいけません。一方で、行動中心アプローチでは、
日本語で何ができるようになったかが大切です。シラバスの作り方もかなり違います。文系シラバスでは、文系積み上げ式といって、積み木のようにですね、基本的な文系から勉強して、その上に少し難しい文系を載せるように勉強していきます。例えば、手はいけませんとか、手もいいですを勉強する前に、手形をしっかり勉強するわけですね。一方、行動中心アプローチでは、螺旋状に何度も同じところを通りながら勉強しています。この違いについては、来週もう少し勉強したいと思います。文系シラバスのようにですね、言語知識を教える考え方の中には、オーディオリンガルと、コミュニカティブアプローチという考え方があります。私が大学生だった30年ほど前は、ちょうど語学教育の中心がオーディオリンガルの時代からコミュニカティブアプローチの時代へ変わったばかりの頃で、まだどちらの方がいいのかという議論がされています。されていました。オーディオリンガルの時代の代表的な教科書としては、みんなの日本語という有名な本があります。コミュニカティブアプローチでは、まあいろいろな教科書がありますが、例えばジャパンタイムズの元気もその中の一つです。元気も、典型的な文系シラバスの作り方になっています。なおですね、コミュニカティブアプローチというのは、文系シラバスの他にも、概念シラバスとか、機能シラバスなどですね、他のシラバスでも使うことができます。しかし、いずれにせよ、教えるべき言語知識があって、それを覚えるために、インフォメーションギャップなどを用いたロールプレイを行うという点で、文系シラバスの発想と同じ言語知識中心のアプローチだということができます。一方で、行動中心アプローチの主な教科書としては、日本の国内では、島田和子先生が中心になって作られたできる日本語があります。海外の日本語学習者向けには、国際交流基金の丸ごとシリーズも使われています。ちょっとすみません。少しノイズが入っていますので、少々お待ちください。ノイズを。はい。はい。この、文系シラバスと行動中心アプローチの2つの考え方の違いが典型的に現れるのが、先生方のですね、以下のような発言です。文系シラバスはまず最初に言葉があるので、何らかの表現を見たときに、この表現、この文法が使われるのはどんな場面だろうと、考えるわけですね。こういう考え方をする人は文系シラバス的な考え方の人です。一方で行動中心アプローチの人は、人々の行動を見てから、この行動をするのに必要な言葉や文法は何だろうと考える教師が多いです。ここでですね、文系シラバスの、言語知識中心の考え方と行動中心アプローチの違いを2つの例で紹介したいと思います。最初はですね、ゲームの本で例えてみたいと思います。ゲームの本には解説本と言われているものと攻略本と言われているものがあります。もちろん実際には、両方の要素を取り入れた本もたくさんあります。解説本の方はですね、体系的にそのゲームを説明することが目的とされていて、教科書で言えば文系シラバスの考え方に近いです。例えば、どんな人がそのゲームを作ったのかとか、登場人物の紹介があったり、ゲーム内の地図や使えるアイテムの一覧などがまとめて書いてありますね。一方で、こちらの攻略本の方では、ゲームをクリアすることが目的になっていて、例えば、クリアするのに必要なアイテムがあるとしたら、それがどんなアイテムなのか、どこにそのアイテムが隠されているのか、その場所へどう行けばいいのか、その場所に行く途中で遭遇することになるモンスターとどのように戦えばいいのか、などということが書いてあります。基本的にはですね、ストーリーに沿って書いてあるので、このスライドで言えばこの下から順番に書いてあることが多いですね。
もう一つの例は冒険家です。冒険家にはですね、探検家タイプと航海者タイプという2つのタイプがあります。というか僕が作りました。はい。探検家というのはですね、未知の世界をより広く知ることが目的です。日本語という言葉の森全体を調べるのが仕事なんですね。一方で、航海者たちはより早く、より遠くへ行くことを目的としています。そのためには寄り道をしないので、地図に書いてない島があったとしても、そこを調べたりしないで目的地に向かいます。もちろん、航海者たちの方が行動中心アプローチに近いです。どちらがいいか悪いかということではないのですが、より早く目的地に着くことができるのは航海者です。言い換えると、日本語という言語を体系的に知ることができるのが文系シラバスなどの言語知識中心の考え方で、日本語で何らかの行動が取れるようになるのが行動中心アプローチです。この2つのアプローチでは、扱う内容の多様性についても大きな違いがあります。文系シラバスは日本語という言語を扱う以上、それほど多様なシラバスはありえません。あえて言えば、方言などもありますけれども、基本的には日本語という言語はどの教科書でも同じなわけですね。その一方で、行動中心アプローチの場合は、日本語話者の行動が非常に多様であるために、シラバス全体も非常に多様になります。例えば、育児をする人と、ALT や貿易事務やキャビンアテンダントなどではその行動は全く違います。これは逆に言うとですね、日本語教師にとっては、文系シラバスの場合、日本語という言語さえ知っていれば授業ができた一方で、行動シラバスの場合は、さまざまな行動を理解しない限り、多様なニーズに応えることができないという意味でもあります。しかしその一方で、若い人にとっては、自分が詳しく知っている行動についての日本語なら、ベテランの日本語教師よりも良い授業ができるという大きなチャンスになります。ベテランの日本語教師の多くがですね、文系シラバスから行動中心アプローチに移行することができない理由の一つとして、若い人と同じ土俵に立たなくてはいけないからという理由もあるのではないかと僕は思っています。はい、ではですね、ここからは、今日の2つ目のトピックである日本語教師の行動リストについてご紹介したいと思います。疲れてしまった人はですね、一旦ここでこのビデオを一時停止にして、休憩してみてください。よろしいでしょうか。ちょっと私もなんか喉がですね、痛いので、ちょっと飴を舐めながらやります。すいません。喉飴、いいですね。はい、ではよろしいでしょうか。このスライドに表示しているのは、日本の国内の日本語学校で、ティームチーチングで教えるパートタイムの先生の場合の例ですね。ここではですね、毎日いつもする行動と、毎学期いつもする行動と、いつもではないがよくある行動をそれぞれ別に、リスト化しています。毎日やる、行動を考えてみると、例えば引き継ぎメモを読んだり、授業準備をしたり、電車で出勤したりといったことが挙げられます。毎学期やることとしては、次の学期のスケジュールを決めたり、期末試験をしたりということがあります。また、いつもではないがよくある行動としては、例えば風邪をひいて主任の先生に連絡したり、あるいは逆に主任からですね、病気の先生の代わりに授業をしてくれと頼まれたりすることがあります。このぐらいの大まかな行動だとですね、それに必要な日本語を教えるのはちょっとまだ難しいですね。これをもっと細かく分けていくと、どのような言葉を教えればいいかが考えやすくなります。例えば、引き継ぎメモを読むということ、行動だけでも、発信者の名前、つまり誰が送ったのか、そのメールをですね、発信者のメールを読んだり、予定通りだったかを確認したり、予定通りではなかった場合は、
どこから授業を始めればいいのかを確認したり、欠席者がいたのか、あるいは宿題はどのぐらいできていたのかを確認したり、いろいろなことが必要です。日本語教師の行動リストをさらに細かく、分けた例がこのリンクの、先にありますので、実際の例を見たい人は必ずこのリンクを開けて開いてみてください。 bit.ly/30gukix ですね。はい。そしてですね、行動リストをこのぐらい細かく分けていくと、今度は何を教えればいいかが分かってくるわけですね。例えば、ここでお見せしている表現などが自由に使えれば、授業の引き継ぎなどもそれほど難しくないのではないかと思います。はい、次に進みます。このようにですね、まず行動から出発して、その後にどのような言葉を教えればいいかを考えるのが行動中心アプローチの考え方です。はい。で、ここからはですね、今日の3つ目のトピックですね。先ほどは日本語教師の行動リストをご紹介しました。今度は皆さんが行動リストを作ってみてください。ただ、まずですね、行動リストを作る前に皆さんの強みを考えてみましょう。このタスクの目的は、私や他の日本語教師ではなくて、あなたを必要としている人にニーズにぴったり合った日本語教育を提供することです。はい。そしてですね、インターネットで発信すれば、そうしたニーズを必要としている学習者とつながることができます。はい。自分の強みを振り返るときに一番簡単なのはですね、自分のこれまでの仕事の経験ですね。まず、どのような分野の仕事をしていたのかを考えてみましょう。サービス業の場合は、ホテルや飲食業などによっても行動は違いますし、飲食業でもマクドナルドと高級レストランでは全く違うでしょう。また、業界ではなく、会社の中でどのような仕事をしていたのかも、考えてもいいと思います。人事が専門の人と会計が専門の人でも、やはり行動は全く違うものと思います。また、スポーツや音楽などの趣味に関する行動もいいです。特に最近はですね、茶道や空手のように日本の伝統的な文化への関心が非常に高くなっていますので、実際に稽古の時にどのような行動を行い、どのような日本語を話すのかを知っている人にとっては、大きな有力なマーケットになるのではないかと思います。最後にですね、一般的には強みと思われていないことについても触れておきたいと思います。例えば、人種や宗教や性的指向などで、マイノリティの方はですね、マジョリティの人よりも残念ながら損をすることが多くて、それが強みになると、は思えない時もあると思うんですけど、ただですね、同じ問題で困っている人を日本語の面でサポートするには、やはり教師自身がそうしたマイノリティとしての体験を持っている方がですね、はるかに役に立てるんではないかと思います。ですので、このご自分の強みとしての行動リストを考えるときは、一般的には強みと思われてないこうしたことでも考えてくださっても結構です。はい。では、自分の強みをですね、一つだけ選んだら、いよいよそれを行動リストにしてみましょう。最初にも言いましたけど、この行動リストは皆さんが後で作る日本語のコースの内容になります。ですから、全く言葉を使わないような行動のリストは避けてください。ただし、読むだけで全く話さないような行動などでもいいですし、逆に、話すだけで全く文字を使わない行動ばかりのリストになっても構いません。くどいですけど、この行動リストは、文字が教えられないからダメだとかですね、そういうのはよくある文系シラバス的な考え方です。行動に注目して考えれば、文字を使わない人を助けるためには、文字を教える必要は全くありません。行動リストを作るときはですね、
まず目的や場面から相手などに分けて、まあ、目的や場面や相手などに分けて行動リストを作り、それをさらに細かく分けるといいと思います。できれば50くらいの行動リストを作ってみてください。先ほど日本語教師の行動リストの例でご紹介したように、引き継ぎリストを読むよりも細かく、メールの発信者の名前を読むというレベルまで分ければ、50くらいのリストは簡単にできます。この右下のこのリストですね、先ほどご紹介した日本語教師の行動リストですけど、60近くの行動がリストになっています。今回はブレインストームですね。いいか悪いかを考えたりするのは、来週やりますので、まずはたくさんのリストを作ることが目的です。どんな細かいリストになってもいいです。似たような行動があってもいいです。また、間違った行動があってもいいです。少なくとも50個ぐらいの行動のリストは必ず作ってください。ただしですね、違う分野の行動を同じリストに入れるのはやめてください。例えば観光ガイドの人もですね、家に帰れば料理をしたりゲームを楽しんだりすることもあるとは思いますが、これらは観光ガイドの仕事に関係がない限りリストには入れないでください。それからですね、毎回その経験の長い先生の中にですね、文系のリストを出してしまう人がいるんですけれども、作っていただきたいのはそうした行動をするために必要な文系リストではなくて、行動リストです。何を行動するか、何をするか、そのリストを作って、共有してください。今までですね、この行動、この課題を提出されてきた、皆さんの行動リストの一部をご紹介したいと思います。仕事に関するものでは、フィリピンのリゾートで働く人や、空港の地上スタッフ、病院や介護施設のスタッフ、日本の中学校の先生などの例があります。趣味に関するものとしては、茶道やコスプレイヤーやツーリングなどがあります。これらを見るとですね、日本語教師や日本語教師を目指す人が非常に多様なバックグラウンドを持っていることがよくわかるんじゃないかと思います。また、今回はですね、カナダにお住まいではない人 の参加も可能になっておりますので、例えば今年の春から正式に受け入れを開始した外国人労働者の職場などでの行動を予測して、その行動リストを作ることも認めたいと思います。それでは、来週までですね、まあ、今僕が録画をしている段階では再来週ですけど、9月9日までの、課題です。皆さんの自分の強みに関する行動リストを作ってください。で、少なくとも50個ぐらいをリストにしてみてください。もっと多くてもいいです。僕のご紹介した日本語のリストも60個ぐらいはあるのではないかと思いますので、皆さんもそのぐらいはできると思います。できれば一般的な日本語教師は知らないような分野のリストにしてみてください。カナダ東部時間で2019年9月9日の朝11時、日本時間で9月9日の真夜中ですね、その時間までにスラックのご自分のチャンネル内で共有してください。ご自分のチャンネルがわからない人は、僕にですね、メールかあるいはスラックで連絡してください。できればスラックの方がいいです。その方が早く返事ができますけど、スラックで、返事が、スラックで質問できないから困ってる人はもちろんメールでも結構です。はい。次に参考文献ですから、ですが、まず簡単に読めるものとしてはですね、この左側の僕の、ブログを読んでみてください。もう少しきちんと勉強したい人は、この日本語教師のセフアール、日本語教師のためのセフアールという本を読むといいと思います。これ非常に、分かりやすくていい本ですね。はい。それではですね、本日の、ビデオはここまでとさせていただきたいと思います。一部の方はですね、Zoom クラウドミーティングに出席できないようですけれども、その他の皆さんはオンラインで、お会いできることを楽しみにしております。
そして冒険は続きます。